日本相撲協会の英語圏向け YouTube チャンネル、相撲プライムタイムが、新大関・琴ノ若、26イコール佐渡ヶ岳を特集した。今年の抱負に、前進を掲げている琴ノ若は、1月の初場所を振り返り、13勝で自己最多の白星を伸ばしましたし、番付も1つ上、大関に上がれた。まずスタートとしてはこの言葉に合った成績を残せたと思う。 まだまだ番付も、もう一つ上、横綱、がありますし、終わりではないので、この気持ちを忘れずに続けていきます、と表情を引き締めた。動画の中では、祖父が仙台師匠の元横綱金王、父が現師匠の元関脇琴ノ若であることも紹介された。 琴桜を襲名する予定その理由について琴ノ若は師匠父が関脇で先代祖父の定年で引退を決めたので父はまだまだできたと言っていた部分もあった琴ノの若の名で地位を師匠より上に上げるのが大事なのかこの名前で大関として取るのが大事なのかとしっかり考えて師匠にお伝えしてこういう形になった 師匠を超えられたという形が大事かなと、と説明した。その上で、念願の初優勝を目指す春場所へ向けては、この地位は責任感とか緊張感を持ってやらないといけない。優勝を目指してやっていきたい。初優勝は自分で掴み取るしかないし、自分がやるしかない。いい相撲を取っていれば結果がついてい。